はい、ファビュラス。今気づいた。光に勝ってるよ。光に勝ってるじゃん。ちょっと待ってよ。もう、ほんと光。フレーミング、カフェから波動が。カフェ行きましょう。おう、フレーミング。あ、ほんと？ありがとう。なるほどね。在庫処分セール。おー。なるほど。フレミングしかいない。私、アキラに会いたいんだけど。まあ、いっか、行くか。アキラに会いたす。フレミング先生研究室。助手？もうお金のことばっかりな、おみったら。じゃあ、まあ、苦手なビジネスとマナーを無視して、ファッション行きます。どんどんファッションだけ進んでいってるからね。を期待しているよ。おっす。次のうちとても温かな印象を与える色はどれ？黄色。そうだ。色には太って見える帽子やめて。痩せて見える、うん。膨張色はね、白。よし。カラートレンド情報を定めるインターカラー決定色の発表はシーズンの、カラートレンド決めるのって1年前じゃないの？失望した。おー、2年前なんだ。それは知らんかった。トップとボトムの中間に別の色を組み合わせテクニックを、でレボリューション、絶対違うね。セパレーション、グラデーション、グラデーション修正の必要がある。服のカラーコーディネートで落ち着いた印象を与えるにはどうするのかと。落ち着いた印象、はい、よし。まあまあかな。まあまあでしたね。アカデミーしかないんだよな。じゃあもう一回アカデミー行っときましょうか。大変だよ。ほう。貴族なの？いや、そういう問題じゃないから。お金持ちだからいいとかいう問題じゃないからね、本当に。助手になんなくちゃ。これさ、いいのかな。待ってよ、ナオミの好感度上がってない？ちょっとバツ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 。ミスやました。意識すべきポイントは、一本の線を、ほうれん草、これはビジネスの基本となる。3つの言葉をまとめたもの。報告、連絡、相談。売上総利益を増やすために効果的な方法は、商品の価格を下げる。やった。俺やっぱそういうことよ。ねえ待ってよ。採用決定し、ナオミは不採用になりました。悲しすぎる。何よ、指を刺すんじゃないよ。ああそう。もう一回ファッション行こう。では始めよう。はい。次のうちトレンカと呼ばれるのはどちら？正解、はい、動きやすくするためにスカートに入れる切り込みをスリット。そうだ。スカートには丈の長さによって様々な伸びながある。丈が短い順に選べ。ミディってなんだ？ミディって知らんぞ。ミニー、違う、ミディ、ミニー、マキシ、はい。授業を聞いていたの。スカートを広げるためアンダースカートを指す言葉はどれ？は？広げるため？パニエ？正解だ。布をだんだんと重ねるデザインのスカートのことを。知らん。授業を聞いていたのか。もう C しか取れなくなってきたね。だんだんと。待って、自分の店から波動出てる、やばい、行かなきゃ。
長お願いします。はい、ユリア、あーあの子ね、あのキャバ嬢の子ね、かっこいいドレス、かっこいいドレス、もうゴージャスでいいんでしょ。ゴージャスでかっこいいってなるとさ、ない、かっこいいのこれじゃない、うん、気に入らないってごめん、この言われてもね、はいはい、はい、いいですね、はいはいはい、これ全然いけない、あー最後いけそうだった、まずまずですかね、もうなんか9とかだとまずまずって言われるようになったのね。タニックイノベーションと面会の約束、なんだっけそれそんなんした、お待ちしておりました、さあどうぞこちらへ、大谷があちらのコーナー席をお取りしてお待ちしております。てかそう、これこの声多分あれだよね、あのイブの人だよね、なんか最近そのイブの中身、中村なんだっけ、よく見るじゃないテレビで、まあ、さっきもね、あの嵐に仕上がれで見たんだけど、最近なんかちょっと好きなのよこのゲームやったからとかじゃなくてね、なんかちょっと、うん、だからちょっとこのなんかゲームで声を聞くとなんか不思議な感じがするよね。お忙しい中ありがとうございます、お飲み物をどうぞ。吉国か、忘れてたわ吉国のこと、この人多分攻略対象じゃないよね。 U&A の島由美子様とは小学校の同級生でして、へえ。彼女のご紹介で井田末蔵様ともお取引いただいています。まさかのよね、うん。お忙しいご様子なので早速本題に入らせていただきます。待って、なんか屋根を感じない、今銀座と青山にあなたにぴったりパリパリの格安で出ております。そういう話、なんかてっきりさ、うちのその物件をどうのって言ってくるのかと思った。取得も賃貸もできます、二度とはない最良の物件です。はあ。外資系ファンドの持ち物で急遽手放さなければならなくなったのでご紹介しました。少額の頭金さえあればローンでも入手できますので、お申し込みいただければ決済は来月末までで結構です。ちょ待って、これはどうしたらいい。でもあ、そっか、あれはでもあの店ってさ、その姉からもらった店でしょ、それをさポイってしてさ別の店をっていうのはちょっと違うよね、お断りしよう。そうですか、お忙しいところお時間をいただき、うん、だってありがとうございました。ダメよね、さすがにご決断がお早いですね。うん、まあね、何、私たちのビジネスは古い格安物件を関係会社でリニューアルさせて販売したり、うんうん、会社や企業が撤退する事業などを引き受け再生させたり売却したりしています。うん、全て現金決済なので利幅も非常に大きく、また顧客満足度も日本で一番です。今回の件とは別に投資をなさるおつもりは、まさかの投資、資金は最短で2週間、最長7ヶ月ぐらいで、リターンは投資額の20% から 50% で回ります。本当なんか信用できないんだよな。安定的な資産運用としていかがですか。なんか全然信用できなくない、よし君にあんま言いたくないけどやめときます。そうですか、せっかくの良い物件ですので残念です。うん、本日はありがとうございました。また良い物件がございましたらご連絡差し上げます。まあ別に金持ちになりたいわけじゃないしね。待って、何、嘘嘘、知力を上げる必要がありますね、アカデミーで勉強してください。やば、遠回しにバカって言われた、しんどえ、しんど、なんかあ、結構上がった。え、待って、なんで、あ、忘れてた、テストだ、ちょっと待ってねそうだそうだそうだ、テストだ、知力低いんだ私今、やべえな、ちょっと、はい、きつい、頑張らないで
ああもうね、範囲見ても多分分かんないから開始します。では始めようか。バランスシートとはどういうものかな。もうこれやってないもんね私。バランスでしょ。よし、色は3つの属性、色の3属性に含まれない。不正解。うわーもうダメだ。和食で茶碗蒸しを食べる際不正…失望したよ。なんで。だってどう見たって汁飲むのも感じ悪いわよ。お客に手紙を送るときまず気をつけるべきことは。正解だ。和食の一種で足つきの線を使い分けました。解析料理復習の必要もある。おーマジか。BL 違う。和食でちゃんとご飯を失望したよ。うわ資産イコール負債かける復讐の必要がある。不正解。ダメよもうダメだわ。そうだダメよもう復讐の必要がある。いやあもうやだ。ちょっと待って、今期の成績最優秀者はミス山下直美だ。はい、うん、まあ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 こんなもんですよ。はあちょっとね何回かやり直したよ。3回ぐらいやりましたかな。あのね、いかんせん私の得意なジャンルが出ないのね。今期の成績最優秀者は彼女。なんか何回やってもね、料理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 言ってくるのね。料理無理よっていう。みんなも見習うよ。はい、よかったです。なんとかいけてよかったです。はい。まあね、うん、問題はね、通常のそのなんていうの方よね。だってあのマナーとか全然進んでないもんだしね。あれちょっと進めなきゃ。はい。あーそっか、でも行かないとさ無理だよね。戦争、あ、そうですか。お分かり？あなた、あなた分かってないんじゃない？何も。何あの人。仕入れに行きましょう。何覚悟って。あ、そう。大口叩いてればいいのよ。何あいつ。60か70なのよな。60お任せ仕入れしよう。で、セルフ仕入れで。ドレス系と、靴？なんか微妙よな、在庫。なんか特筆して。微妙よな、なんか。もうあるっちゃあるもんな。うん、あるっちゃあるね。うん、あるっちゃあるからさ、どの程度入れるかっていうので、だんま入れるとさ、ダメよって言ってくるから、そうなんだね。ダメよって言われると、まあいいでしょう。これで行ってみましょう。あとはちょっとプロモーションデカめに打たないと多分やばいよね今月は多分。プロモーションで在庫処分セール。え、在庫処分セール強くない？これにしようよ。在庫処分セール。てってってん。これでほぼ全部の在庫は消えるんじゃないかな。
一応マネキンも作っときましょう。てか知力がやって100いったね。よかった。ピンク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 、はいとりあえずピンクつけとけみたいな。回転です。いらっしゃいませ。きついね姫子、うん、トリマーやってるんです。インナー何系が好きなの。リッチカジュアルな洋服が好み。リッチカジュアル、リッチカジュアル、これか。在庫あるしこっちでお願い。あ、なんか無難な感じ。27歳、動物と子供にはすぐ懐かれる。動物と子供にはってとこよな大人はダメなのね。行っちゃいましょう。もう大丈夫、最初は大丈夫よ。こうこう、じゃあ26行きたいな ドレスの、これ長いのの帽子、ドレスで長いのの帽子、はい。覚え方ね覚え方雑いよね、なんかね。ワンピでドレスでスカート、ワンピドレススカート、ワンピワンピドレススカート、ここから普通ね。はい、はい、あ、待って、マネキンじゃない。あら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 、ランがちょっと来た来た。はい、OK です。わお、超簡単え、待って、帽子帽子スカートね。 OK、 スカートに帽子に帽子。あ、ちょっと待って、これ結構売り上げいけそうじゃない。ワンピ帽子スカート、ワンピ帽子スカート、ワンピ帽子スカート、ワンピ帽子スカート。あ、20超えれそうじゃない、頑張れば。秒数まだ残ってるじゃん。早く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 出して。そう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 、あ、今26だよ。もうちょっと1人、もう1人行きたい、もう1人行きたい。いや、いけない最高です最高です。惜しかったわね。誰だろう。ああ、長野の別荘にいるんだ。だから自慢だよね、うん、フリータイムね。どうしよう、知力が低いのか。そうかちょっとなんか嫌だな。なんか直接さ、知力低いんですよとかみたいに言われるとさ、結構ダメージよな、なんか。ああ、緑ちゃん、チョース。うん。何？あ！ああ、もうちょっと緑ちゃん、本当に空気読めるね。うん。やだ、お元気です。あ、ボイスないんだね。ボイスあったら嬉しかった。ああ、本当？頑張りましたねとか言われるともうなんか泣いちゃう。ちょ、ほんとさっきテスト頑張ったから。なんか私と電話普通にしようよ。なんでしてくんないの。あ、今日なんだ、手術。なるほどね。そうだね。もう妹公認だから何も怖くない。ね。何も怖くない。あ、待って、カフェにも。なんかめっちゃアキラ出てる、いい感じ。もどんどんアキラ進めたいああ、私それわかんねえんだよな。箸から箸へ渡すのは私じゃなくて移りじゃない。あ、ごめんね、しし恋の相談マジで乗って、アキラアキラ。あ、もう同じこと言ってる前回もこれだったよね。ちょ、知力上げればよかったわ。あ、そっか、ここでも知力上げれたもんね。ナオミから割れました。うんうん、知ってますけど。
つまんないのって何、病院行くのにつまんないって。電話してみよう。電話が一番よ。え、つながりませんでした。え、しかも終わったんだけど、つながりませんでしたで終わられると、カフェに G って書いてあるよ。私あの人あんま好きじゃないのよね。まあ一応行くだけ行くけど、うん、あ、またマナーの子って言ってる。中華料理、待って待って、回すのね。どっちでもいいんじゃない。ダメなんだ、ごめん、なんかどっちでもいいイメージだった。知識量がもう少し欲しいかな。あ、この辺はとりあえず聞くだけでさ、知力上がりそうじゃん。ほら、知力上げるのきついな。いや、もうね、この人の声聞くとね、レベル3で上位じゃないか、おめでとう。なんだろう、戦国無双の真田幸村もしくはテイルズのクレスなんだよね、声がね。優秀だね。ますます興味が湧いてきたよ。ランクアップのお祝いにディナーでも行かないか。ディナーよりも私ね、なんか最高のレストランがあるんだ。なんか予約するよ。おっと、失礼。携帯が古いわね。私だ。あ、わかった。悪いな、用事ができた。あ、そう。急ぎのサインがあるので行かないと。ディナー楽しみにしている。うん、連絡するよ。バーイ。バーイの言い方やだ。ちょっと今腹立つよね、バーイって。なんでアキラいないの。私アキラがいいんだけど。もうちょっとどうしたらいいの。もうカフェ行くしかないじゃん。あ、カフェ行って知力あげようか。ユミコ、私ってアリサと似てるんですってね。ああ、すぐってるってとこすぐに証明してみれば無理じゃないかな。無理じゃない。イブハリウッドでどんどん目立っていくの。あ、そうなの。へー、ちょっとマジ仕事の相談しかしないから私。とりあえず聞くだけ聞くね。スキップしよう。スキップって何なの。全然、あ、いけたいけた。電話が鳴ってます。ああ、今日は少し時間が取れてね。うん、急で悪いが、今から君のランクアップのお祝いと行こうじゃないか。そうだ、行くって言ったもんね。レストランで待ち合わせよう。俺もすぐに行くよ。あんま乗り気じゃないんだけどね。しょうがないよね。悪い。誘っておいて、レディーを待たせる。そうよ、レディーを待たせるなんて。その代わり、ロマネコンティの81年ものを用意させたよ。これ昼間でしょ。素敵って。でもさ、ロマネコンティって聞いちゃうとさ、知らないと思われるじゃん。それは嫌よね。素敵ってよ。金のことを考えたらきっと飲めなくなる。それで10万以上する。そういうこと言わないで。なんか、まあ、君の生まれる前の年のワインだから取り寄せておいた。生まれる前の年のワインとか、生まれた年のにしてくんない。いい飲みっぷりだ。ロマネにそんな飲み方があるのか。何なのよ。あ、進展しちゃった。うわ、どうしよう。悪いことみたいに言うね。進展しちゃったよ。あー、在庫ちょっと残っちゃったね。38点残ったって。OK です。マジでお給料ほんとさ、あなたのお給料減らせばもうちょっとお店いい具合に回るんじゃないかしら。ねえ、待って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 、光やばくない？ 7 位だって。あの人さ、このなんかランキングを見てもあんな堂々としてるんだとしたら、随分な性格の持ち主よね。本当にずぶとすぎるだろうっていうね。あ、何マリその服かわいいじゃん。あ、そっか、着物だね。オッケーオッケー。じゃあ
ちょっと秋物を買いに行きましょう。私の分もね。怒鳴り声、また怒ってんなあのおじいちゃん。なんが無理だ難しいだ。オンドリア、オンドリアって言わないで。それをやるんがおめえの仕事だに。そのドタマ勝ち割ってチップ取り替えてこうや。ドアホ、いやいや、もうこういう人本当に。相手が折れるまで帰ってくんな。会社の玄関で首くくって、死んだるとでも言ってこうや。最低だね本当にね。言ってること最低だよ。一番大事なのは GNN つら。何 GNN って。会長、 GNN って何ですか。うん、何まったおみやは頭でっかちんドアホ。私ドアホって言われた。ドアホって言われた、どうしよう。 G とはギリよ、うん、N は人情、わかるか。そこをつくんだぎゃ。ああ人の情よ。この人に対して情なんてわかないけどね。そん次ん N は何は節だぎゃ。何は節。何は節って浪曲のことですか。うん、おういや、もったいなくも清水の次郎長に木の国や文左衛門。あなたに清水の次郎長のこと言われたくないわちょっとやっぱちょっと清水の次郎長好きだからちょっとやめて。よく勉強しろ悪いや。こんな口の悪い人にそんなこと言われたくない。あ、やだやだ。涙が出る。おなごは偉いの。だからこの人おなごに対して優しいのね。私でも優しくされたくないけどね。相変わらずというか、なんというかね、ちょっと狂気じみてるわよね。え、これね、このままお任せしいでしちゃおう。めっちゃ金いるじゃん。うわー、一気に飛んだ最初はこれでいいんだよ、最初はね。うん、お客様が減った気がしませんか。どういうこと。 G ファッションの末座が見られちゃ。おい、あのジジイやってくれたわね。悪い噂っていうのもさ、種類によらない。なんかどの程度の悪い噂なのかっていうね。なんかそう、そうやってお金ないからさ、チラシでいいかな。 5% だけど何も打たないよりはいいでしょう。てってってん、ちょっとお金ないんだよ本当に。でマネキンもやります。マネキンも、あ、かわいい。これかわいくなかった。これかわいい、プリンセスドレス。いい、はい、可愛かった。行きましょう。まあ G ファッションも射程圏内なんでね、通しますよ。うん、売られたんだ。売られたんだね。アキラ先生。ああ、じゃあ無理だよ。うん。私のものだから私のものだからっていうのもあれだけど、ゴージャスが好きね。こっちかな、色的に。うん、行っちゃいましょう。よし、行っちゃいましょう。あ、最初から3つ来てる、すごい。帽子、それ、あ、待って、最後わかんない。え、なんだって今。帽子、え、これ、最後これ、あ、あってた全然今ちゃんと見なきゃ。ズボン、ドレスの、それね、こうのズボン、ドレス。うわ、焦る。来た来た。ジャケットかな。で、こう、わお、この時点で10個売れるんだ。でかいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いらっしゃい。何？この店売れ残り品をメーカーに集めさせて買い叩いて売ってるんだって、ほんと？ねえ、ほんと何？これがその悪い噂？うわ、悪い噂だけ言って帰っていったわよ、あいつ。なんてやつなの？
え、それ言いに来ただけってこと？あの女感じ悪い、本当二度と来ないでいいよね、そんななんか感じ悪い、大丈夫かな、なんかやだな、うん、そうだね、不十分だと言わざるを得ないあー、まじアカデミーがダメダメすぎるな、本当にやんないとね、アカデミー。でもちょっとまず自分のさ、秋冬の服をちょっと買いに行きたいんで、あー、公園にアキラいる、行きたい、行きたいけど、とりあえずちょっと入荷だというか自分の服を買わせて、ね、あー、かわいいね、これ何、全然かわいくないね、これかわいいじゃん、これおばさんだよ、パンツ私あんま履かないからな。あ、これかわいい。これはいや。ヒョウ柄はちょっとないな。なるほど。微妙やな。なんかそんなに、言うて、そんな好きなのはないな。これ、なんか、これいいじゃん。なんかドレス着る際には着るわ。なんか違うな。なんか違うね。はい。これかわいい、欲しいっていうのはないね。なんか。で、一旦帰宅して、服だけ着替えて、さっき買ったやつを着ましょう。これ。秋冬。で、羽織るのを、これをさ、一旦脱いで、こっちの、これもありっちゃあるよな。こっちの方がありかも。で、足元よな。足元、秋冬いけるやつこれかな、履いた方がいいかな、こういうの。いやでも生足都のマーメイドでいきましょうちょっととりあえずじゃあアキラのところだけ行っていきましょう。ちょっとほんと勉学に励めっていうのがきついな。電話が鳴ってます。もしもし、みどりです。兄は出張から帰ってます。帰ってるのにね、連絡くれないのは何？心配なんです。なんか落ち込んでるみたいで、お願いします。なんか嫌じゃない、これあれじゃないの、その手術がさっていう話じゃないの？出てよ。僕に会いたい今。なんか悲しい。いいですよ、うちにいるから。鍵は開いています。あー、曲が、ちょっとダメよ、うつろな目でお酒を飲むなんて。ああ、救命率は 10%、 手術をしなければ余命は3、4ヶ月でした。でも救命率 10% ってさ、あの子はたった10歳で自分の生と死を判断したんです。精一杯の笑顔で、僕頑張るからお願いしますと、全てを託してくれたのに応えることができませんでした。この仕事は辛い別れが多すぎます。自分を責めないで、本当。こればっかりはもう。こんな僕の姿を見ても慰めてくれるんですか？医師として失格です。がむしゃらに学び働いてきました。
でもそんなことさえ今は虚しい。あなたを不幸にする前にもう僕のことは忘れてください。僕を一人にしてください。どうか言ってください。今のはさ、後ろから、じゃないわ、あの出ていかずにさ、なんかあれして欲しかった感はあるな、なんかこう、難しいね。わー、ちょっと、難しいね、これは。でもちょっと時間的にそろそろあれなので、一旦ここで終わろうかなと思います。ちょっとアキラの問題は結構、あれね、難しいわね。いやでもなんかアキラ、守りたい。あの笑顔。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。